飛行物体については中国が飛行させた無人偵察用気球と強く推定するに至りました。日本が指摘したのは三つの気球。一つ目と日付と場所が一致するのは鹿児島県の物体。二千十九年の十一月鹿児島県の薩摩仙台市にあるこちら仙台宇宙館で。 気球のような謎の飛行物体が撮影されていましたその物体は飛行機よりも高い位置で漂っていたということです薩摩仙台市は鹿児島県北西部に位置しています飛行物体を撮影したのは職員でした最初見たときは何だと思いましたかいやー <laughs> まあ言おう方かなっていう、ゆっくりっていう感じで、パッと見てる感じでは動きがわからないぐらいな速さでした飛行物体を見つけた人から電話があって、空を探しました全然星とかと比べても、見え方としてはもう全然もう、これ、星じゃないっていうのは、もうすぐに分かりましたけど、やっぱ結構光ってるような感じはしますね、これ見ると。はい でまあ、これで見るとこんな感じですけど、まあ、実際、空を見るともう本当に光って何なのか全く分からない感じに光ってました2二つ目は2020年6月宮城県で撮影された気球映像を見ると白い球体の下には何かが吊り下げられていてプロペラのようなものも確認できます。三つ目とと日付と場所が一致するのは 一昨年9月、青森県八戸市で撮影された物体、宮城県の気球と酷似しています。2021年の9月3日、えっ、ー、と青森県八戸市の種々海岸で朝の5時頃です。この日は日の出を撮影してました。もう撮影が終わって、まあ後ろ振り向いたら。 青空の中に白い気球が見えた。画像を拡大するとぶら下がっているものが見えました。拡大してみたらあのこうハシみたいなあの構造物があるのが分かったんで気球とかには文字とかはないです。こうゆっくりその中を動くような感じでずっとゆっくり飛んでましたけど20分ぐらいは見れました。 20分過ぎたら20分過ぎたらあの雲がだんだん出てきてそれからちょっと雨が降ってきてそれでも見えなくなりました。陸側から海の方へ動いてたようです。防衛省は中国政府に対し事実関係の確認を求め今後、このような事態が生じないよう強く求めた上で 領空審判は断じて受け入れられないことを申し入れました。日方、いん、ぴんち、かかわん、ごんじん、り。今日の国会では、3年前の宮城県の気球に対する。当時の河野防衛大臣の発言が取り上げられました。 また日本に戻ってくるという可能性はないでしょうか。気球に聞いてください。これは日本に安全、日本の安全保障に影響を与えるものではないです。うん?。気球は。どのも気球。通り過ぎた。ああ、あの、安全保障に影響はございません。河野大臣ですね。まあ、三年前、こういういい加減な対応ではなくて、当時ちゃんとこれ分析してれば。 よかったんじゃないかなという反省はございませんでしょうか。記者会見でお答えを差し控えますということもあったと思いますが、それもなんですから、気球に聞いてくださいとお答えをしたわけで、それは分析の内容について、対外的にお話をすることはできないということでございまきょう開かれた自民党の安全保障に関する合同会議でも。 中国の偵察機器が取り上げられました今まで、えー、中国のものということをこれは、えー、把握できていなかったのか仮に把握していたのに中国のものとして今まで抗議していなかったということであればさらにもっと私どもとしては大きな問題だと思っております我が国の防衛にとってもしかして大きな穴があるのではないかそのような心配をもたらす事例だと思います 領空の高さは宇宙空間までのおよそ100キロまでとされています基本的に旅客機は1万メートル付近を飛んでいます撮影された気球の高度は鹿児島県が2000メートル以上宮城県が1500から1万メートル青森県は不明です領空侵犯に対しては 自衛隊法84条の対象となりますが気球やドローンといった無人機については想定されていません合同会議では撃墜すべきという意見が大半を占めました今日政府は武器使用の要件を拡大する方向で検討に入りました日本にも飛来していた物体が偵察気球だった場合偵察衛星と比べ何が優れているのでしょうか 人工衛星の場合にはその通過する軌道が分かっている、あるいは通過する時間が分かっている、同じ場所に長くとどまることはできない、1箇所見れるのほんの数分ですからその、まあ、継続的なデータを取ることはいずれにしてもできないわけです1一箇所にとどまることで重要な情報が得られると言いますおそらく一番重要なことがその電波を傍受すること。 だと思います電波の中には宇宙空間まで行かないものがあるので、そのまあ気球や航空機のように、大気圏の中で拘束する必要があるというところが言えますね。例えば基地と基地との間がどういう通信を行っているのかとか、あれ、船と船同士がどういう通信を行っているかというのは、画像、そのカメラでは、映像では全く分からないので、電波のデータというのはう蓄積しなければいけないので。 まあそういう意味でも、その気球というのは優れた点がある手段であるということは言えると思います。 はいえー、気球、さらにはドローンといったこれまで想定されてこなかった領空侵犯のケースに対応するために新たな措置を取ることはあ必要なことだとは考えますが、まあ、実際に撃墜という手段を取った場合に両国間の新たな緊張や圧力は避けられない面がありますそれが露呈したのが今回のアメリカと中国のケースです。詳ししく見ていいきましょうはい えー、中国側も自らのものと認めている4日の気球の撃墜に始まりましてこれまでに計4回飛行物体が撃墜されていますでは、この間米中がどのように対立を深めていったのか変化も生まれてきているようですので詳しく見ていきますとまずその4日の撃墜されたものは中国は気象観測用だと、えー、不可抗力で誤ってアメリカに入ってしまったんだと言ったものなんですけれどもアメリカは偵察用の気球だ容認できないとして撃墜したわけです。でこれに 対して中国は過剰反反応だと反発をしましまたそれでもアメリカが撃墜を続けると中国はアメリカの気球も去年、中国に不法に侵入していたと反発を強めていきましたするとアメリカのカービー報道官がですね14日商業用のその後半の3つについてはですね商業用の無害な目的による気球だった可能性があるとこういう言及をしました。 今日中国外務省はアメリカが課した経済制裁に対しまして反撃措置を取り国家主権と正当な権益を断固守ると反発を強める、まあ、姿勢自体はまあ維持しているということですね。ね、うん、はい さあこの米中の対立をどう見るべきなのかここからはワシントン支局の梶川支局長に聞いていきます、えー、梶川さんあの、先ほどのカービー報道官の発言ですね無害な気球だった可能性もあるということでその疑惑の目のトーンというのを少し落とした感もあるんですけれどもこの発言どのように読み解くべきでしょうか。はい 沈静化を図った発言だと見られます。鎮静化には2つの意味がありまして、まずは国内向けということなんですが、最初に気球が登場したときにバイデン大統領に対してなぜすぐに打ち落とさないのかといういわゆる弱腰批判が巻き起こったんですけれども、今となってはあの3つの物体は一体何であるのか、なぜホワイトハウスはちゃんと説明できないのか、こういうフラストレーションに移ってきています。カビは、は昨日のの記者会見中中で、物体は中国と関係がない可能性をほのめかしつつ、 残骸を発見、分析するまでどこから来たものなのかわからないというふうふに言っています、この残骸が落ちた場所というのはアラスカ、カナダとても簡単に発見できる場所ではありません、カービー氏は回収には時間がかかるということを予告することでこの問題への国民や議会の関心をクールダウンさせたいという狙いがあったというふうふに思います、そして事態沈静化のもう一つの狙いというのは中国との対話の再開です。バイデン政権としては 中国とは競争はするけれども、偶発的な衝突は避け、対話のルートを維持するというのが基本的な姿勢です、気球に関しては弱,がし弱腰批判を受けて撃墜するほか選択肢はなかったわけですけれども、えー、対話のルートを開くためにもです、ね、連日のように気球や物体の話題が繰り返されることは避けたい、カービー氏の発言にはこうした思いがあったものとみられます。 なるほどでは、中国のスタンスはどうなのか見ていきましょう、はい、それぞれの主張をです、ね、整理しますと中国の主張というのは変わりますかね。 最初の気球については気象観測用で3つの飛行物体については関係ない、知らないということアメリカは最初の気球は偵察用で3つの飛行物体は今ありましたように商業用か研究用の可能性があるとでこういう見解を出したことで中国総局長の富坂さんに聞くとですねこれはもうアメリカの態度は軟化したと、まあ、中国も捉えているとでこれはある種、中国の主張を追認したような形であると。 いいいうふううふに捉えているということこなんですねただ、その中国としても対立の加速は望んでいないので、えー、アメリカの気球が中国に侵入してきましたよねというカードを小出しに少しずつ具体的に出していってということを活用することでこれ以上公表されたくないなら気球の件は不問にしてくれと、まあ、こういうふうに、まあ、落としどころを探り始めているのではないかと言います。 はい、改めて梶川支局長に聞きましょう梶川さん、この両国のです、ね、関係の修復、この先、どうう展望しますかそうですかそでね気球問題を受けて一定のクールダウンの期間が必要なんだと思います今週、ドイツで予定されていますミュンヘン安全保障会議ではブリンケン国務長官と中国の外交トップ王毅氏との会談があるのではないかという見方があります。また3月にはインドで外相会合が予定され まあそうした国際会議の場を利用することで米中の高官がですね接触の機会をうかがうものとみられますしかし、アメリカの議会では超党派の議員が台湾への訪問を計画するなど今後、米中の間で緊迫した場面も予想されますしたがって米中の対話の落とし所というのはですねなかなか見いだすのが難しいのではないかというふうに思われます。 はい梶川支局長でしたアメリカ、中国双方ともに今回の気球の件についてはこれ以上、ことを荒立てたくないという本音も伺いえますけれども例えば今日アメリカのエマニュエル駐日大使こんな発言をしています中国が尊敬される国際社会の一員足りたいと思うのであれば適切な行動に則っとるべきだ、まあ、このように強い口調で中国を批判しています米中両国は今後も緊張をはらみながら関係を切り結んでいくことになるとみられます テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。